世界ラリー選手権 WRC 第2戦ラリースウェーデンは、デー2で総合首位に立ったエサペッカラッピヒョンデが優勝。ラッピにとっては、トヨタに所属していた2017年のラリーフィンランド以来となる WRC 通称目となった。デー2の SS4 で夫たなく、ヒョンデがコントロールを失い、スノーバンクの餌食となり、 今季はパートタイム参戦となり、これが1戦目の昨季王者か、デロバンペラ、トヨタ、もここでスピン。王者2人がそれぞれデイリータイヤとなる中、ラッピは3連続ステージ優勝もあり、総合首位に立ってデイ3を迎えた。このラッピに次ぐ速さを見せたのが、トヨタの勝田隆元だった。SS4 で最速をマークすると、SS4、SS6 まで総合首位。デイ2をラッピと3.2秒差で終えた。 総合3番手は1分20秒7遅れの WRC2 クラスを走るオリバー・ソルベルグとラッピと勝田の一騎打ちの様相となりつつあった。しかし、D3 の SS10 で勝田はスノーバンクにクラッシュしてしまい、悔しいデーリタイア。これで楽になったラッピは、総合2番手に浮上したアドリアン・フルモー、M スポーツ・フォード、21分6秒3の差をつけて最終日デー4を迎えた。 今季は新ポイントシステムが導入されており、最終日の D4、今回は SS16、SS18 をいかに走るかも重要となってくるが、総合3番手で最終日を迎えたエルフィン・エイバンス、トヨタ、ラモをプッシュし、ラッピまで34秒差の総合2番手まで浮上。最終パワーステージの SS18 を迎えた。SS18 でラッピは確実にマシンを持ち帰る走りを見せ、 2017年以来となる久々の WRC 優勝を果たした。総合2位となったエバンスは土曜日を3位で終えた上日曜日の3ステージ合計では最速、プラス7ポイント。パワーステージ2位、プラス4ポイント、と合計24ポイントを稼いだ。優勝したラッピは日曜日の加点が1点に止まり19ポイントと、エバンスの方が多くのポイントを獲得した。 フルモーは総合3位。これが嬉しい WRC キャリア初表彰台獲得となった。昨季王者のロバンペラは、パワーステージで最速。サンデースタンディングはエヴァンスに次ぐ2位となり、計11ポイントを手にした。勝田は SS17 でもクラッシュがあり、30秒ほどタイムをロス。パワーステージでは1点、サンデースタンディングでは6位となり、計3点を手にしたものの。 速さをを示しししたラリーを悔しい形で終えることになってしまってまヒョンでは開幕戦ラリーモンテカルロでヌービルがフルポイントを獲得する完勝を果たしておりこれで開幕2連勝ただマニュファクチャラーズランキングではトヨタと同ポイントに並んでいるポイントリーダーはヌービル48ポイントエヴァンスがスイ